はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。積立 NISA でマイナスが出て不安です。もう解約してやめてもいいのという方にお話ししていきますね。まあ、すごくね、今の相場環境だとホットなテーマなので、どうしたらいいか迷ってるという方は多いと思います。せっかく積立 NISA を始めたのに、含み損が出てドキドキしてしまいますよね。結論を先に言うと、 積立 NISA は辞めずに続けることが大事です。下落時の損切りがダメな理由を徹底解説していきます。まあ、とにかくね、今辞めずに積立を続けましょうということになるんですが、なんで今辞めない方がいいかという点をわかりやすくお話ししていきますね。この動画が参考になったと思ったらぜひいいねをお願いします。それでは早速見ていきましょう。 では、まず、相場の下落時こそ、積み立ニーサは逆にチャンスというパートをお話ししていきますね。その前に、今の相場環境なんですが、これを見てください。これはね、アメリカの代表的な株式の指数、つまり平均値である SP500 なんですが、 2月28日時点でもう1週間連続して下落し、直近の最高値からすでに10%も下がっています。まあ、これだけ下がるとね、さすがに不安になってきますよね。特に最近は株式市場はかなり好調でしたからね。 そのため、最近積み立て n i s を始めた人の多くがマイナスのはずなんです。まあ今までね、好調だった分、急に不安になってきますよね。ただこれって当然といえば当然で、なんでかっていうと、人間は得した時の喜びよりも、損した時の悲しみの方が大きいという行動経済学のね、理論があるからなんですね。これは結構ね、投資の世界では有名なんですが、ただ、 今日伝えたいのは、ここでやめてしまうのはもったいないということです。その理由として、相場が下落した時こそ、積立 NISA にとってはチャンスなのを、まず知っておきましょう。そもそも、積立 NISA って、買い付け方法が積立しか選べないですよね。一括でドカーンと買うことができないというわけです。すると、具体的には、どんな買い方をしているかというと、 毎月もしくは毎日などのタイミングで、もともと決めた定額、毎月3000円、毎日100円だったりで、機械的に購入をしています。この定額で買うことをドルコスト平均法と言います。で、ドルコスト平均法による積み立ては、相場が下落した時こそ安く買えるというメリットがあるんです。 これをイラストでわかりやすく見てみると、例えば、毎回100円の定額で積み立てをしたとしますね。そうすると、1回目の時の購入価格が、この50円だったら、100÷50 で2口買えますよね。で、次に大きく下落して、2回目の購入価格が、 25円になったら、100÷25 で4口と安い時に多く購入ができます。うん、ただし、値上がりして購入価格がここのところで100円になったとすると100、100÷100 で1口しか買えないですが、つまり、ドルコスト平均法で 定額での積み立てをしていると、相場が下落した時こそ安く購入することができるんです。このように、下落時でも安く買えるため、精神的に余裕を持ちやすいのが積み立てのメリットなんです。ただし、積み立ては決して万能というわけではなくて、例えば、こういうずっと 右肩上がりががり期待でできるんだったたらら最初から一括で投資した方が利益は出ますよねあとは積み立てだと投資元本が大きくなるのに時間がかかるという点もあります。なので、まあ積み立てにもメリットデメリットはあるんですが、これは覚えておいてください。積み立ては 下落時こそ安く買えるメリットがあるので、マイナスになっても続けておくことが大事なんです。ちなみに、これも知っておきましょう。積立 NISA で最も利益が出るケースですね。これは長期間価格が低いまま推移して、最後にドーンと上がるケースです。なんでかっていうと、この 価格が低くて安い間にドルコスト平均法の定額積み立てによってたくさん購入することができますよね。で、20年後に大きく上がるのが理想と言えます。なので、これも覚えておきましょう。積み立て n i は目先の相場を気にせず、むしろ相場が低いまま推移して20年後に上がった方が利益が大きくなるんです。 はい。これで一つ目のパートである、相場の下落時こそ、積み立てに差は逆にチャンスという点は OK でしょうかでは、次のパートに進んでいきましょう。はい。この二つ目のパートでは、下落はどこかで反発し、次第に回復に向かうという話をしていきますね。 積み立て NISA を今やっていて不安な人の心境はきっとこれなはずなんです。いくら積み立てで安く買えるからって言っても相場が本当に回復するのかわからなくないと。うん、おっしゃる通りですね。確かに結局下がったままが続いたら積み立ても意味はないです。じゃあ、その参考となる過去のデータをまずは見ていきましょう。これは 先ほどの米国株式の代表的な指数である SP500 の過去150年分のチャートなんですが、確かに短期間で見ると大きく下がっているところもありますよね。1920年代に起こったウォール街の大暴落。また、1987年に起こったブラックマンデー。 そして2000年に入ってからはリーマンショックもありましたが、それも長期で見ると右肩上がりになっていたことがわかりますよね。今直近で10%近く下がったと言っても、歴史的に見ると順調に米国株式は伸びてきているというわけです。ただ、 それって、米国株式だけじゃないのと思った方は、全世界株式も一緒に見ていきましょう。これは、人気の E マクシスリム、全世界株式、オールカントリーのやつですね。が、連動するチャートなんですが、リーマンショックの際に大きく下がってはいるんですが、それも数年で回復し、それ以降は上下しながらも右肩上がりになっています。 こういうね、過去のチャートをちゃんと見ておくと、多少安心には繋がってきますよね。なので、成長が期待できる銘柄なら、下がった相場はどこかで回復してくれるので、最も損をするのは下落時に売ってしまう人なんです。まさに今ね、相場が下がってしまっているからといって、 で、積み立 NISA をやめようとしている人は、このチャートを頭に入れておいてください。じゃあ、過去のチャートはよく分かったと。ただ、今後も本当に成長が期待できるのかという点が気になってきますよね。これは、米国株式や全世界株式にはそれなりの根拠があります。例えば、まずは人口が増え続けるからですね。 世界全体の人口で言うと、国連の発表では今後30年で現在の77億人からさらに20億人の増加となる見込みとなっています。さらに今世紀末頃にはほぼ110億人でピークに達する可能性もあるようですね。 で、人口で言うと、やっぱり日本は厳しいですよね。少子高齢化もあって、人口は減っていくので、なかなか投資先としては有望ではないかなと思います。また、アメリカ単体で見ても、アメリカは移民の受け入れなどもあって、先進国の中では珍しく人口が増え続ける国と言われています。 人口が増えればね、生産力も増加して、経済成長も活発になっていきますからね。さらに、アメリカで言うと、Facebook や Google、Amazon や Apple など、今後も名だたる企業をはじめとして、特に経済成長が期待できます。なので、 今後も成長が期待できる米国株式や全世界株式なら長い目で見て投資をしておけばいいんじゃないかというわけですね。はい。これで二つ目のパートである下落はどこかで反発し次第に回復に向かうという点も OK でしょうか。では、最後のパートで今こそあなたがやるべき大事なことをお話ししていきますね。 では、この最後のパートで不安になっているあなたが今こそやるべきことはという点をお話ししていきますね。結論から言うと、下落時はこの3つを覚えておきましょう。1つ目、長期運用を前提としていることを忘れず、積み立てのメリットを理解しておく。下がったら買おうともあまり思わなくていい。2つ目、 この機会に運用商品や積み立て額の見直しを行う。相場が下がっている時こそやることに意味がある。そして三つ目、インデックス投資に関する本を読んで先駆者の言葉を頭に入れておく。では、それぞれ順番に見ていきましょう。まずは一つ目、長期運用を前提としていることを忘れないと。うん。 そもそも積立 n i s は20年と長い非課税期間が最大のメリットなので長期運用が前提となりますよね。で、長期運用なら下落時にも積立で安く買えるので長い目で見て右肩上がりになってくれればいいですよね。なのでもうこんな感じでほったらかしているぐらいでちょうどいいんですね。また、 下がったタイミングで自分で買おうということも考えなくて OK です。なんでかっていうと、下がったタイミングっていうのはどこがそこかわからないので、もう自動の積み立てに任せるのがいいというわけですね。まとめると、短期の値動きに一喜一憂せず、長い目で見て積み立て NISA を続けていきましょう。そして二つ目。 運用商品や積立額の見直しをしようと。うん。これはね、相場がいい時はなかなかやろうと思わないんですよね。もう調子がいいと、このままずっと利益が出るだろうなと思ってしまうので、下落した時こそ自分がどれくらいのリスク、値動きに耐えられるかがわかります。で、 安易に積み立 NISA で株式100%にしていた人は、債権も含めた投資信託を選ぶのもありだと思います。もしくは、まああまりお勧めではないんですが、積み立て額を少し小さくしてみるのもありですね。結局、運用している間に不安になってしまうなら、運用商品や積み立て額の調整でトータルの値動きを減らしましょうというわけですね。 で、僕の積み立 NISA のおすすめ商品は以下の3銘柄です。EMAXI SLIM バランスの8資産均等型。そして EMAXI SLIM の全世界株式オールカントリー。さらに三井住友 DC 年金バランス30再建重点型。 これらの株式100%や債権も入れた投資信託を持つことで自分がどれくらいの値動きになら耐えられるかが比較でわかると思うんですよね。例えば、相場が大きく下がった2月28日時点でも全世界株式だとマイナス6.2%と、うん まあ、マイナス幅が大きいんですが債券重点型なら1.98%のマイナスでで済んでいますこうやって見るとやっぱり比較運用はいいなと思うんですよね。 これが株式100%だけだとメンタル的にきついんですけど、8資産均等型や債券重点型と比べることで自分がどれくらいの値動きになら許容できるかがなんとなく分かってくるので、この積立 NISA のおすすめ3銘柄は概要欄の関連動画も見てみてください。では最後に3番、インデックス投資に関する本を読むと。うん。 知らない人もいるかもしれないんですが、積立 NISA での運用は、いわゆるインデックス投資と言います。このインデックス投資は、日経平均や SP500 のような指数、いわゆる平均値と同じ値動きを目指す投資方法だと思ってください。で、 このインデックス投資の先駆者の方の本をちゃんと読んでおくと下落時の考え方が身につくので非常に大事なんですね。じゃあどんな本がおすすめかというと僕のおすすめは水瀬健一さんのこのお金は寝かせて増やしなさいという本がおすすめです。 著者の水瀬健一さんは、インデックス投資をもう15年以上経験されており、非常にためになりますね。僕もこの本は何週も読んで、非常に勉強になりました。で、この本はわかりやすく書かれているので、初心者の方にもぴったりだと思います。インデックス投資のね。 本当に入門書になるんじゃないかなと思いますね。このお金を寝かせて増やしなさいのリンクは概要欄に貼っておきますね。まとめると、相場の下落時こそインデックス投資の先駆者の方の言葉をチェックしておきましょう。はい。では今日のまとめです。積立 NISA はマイナスでもやめずに続けることが大事です。 積みては下落時にこそメリットが出るし下がった相場はどこかで反発して回復しますで下落している今こそ運用商品の見直しやインデックス投資に関する本を読んでおきましょうはいいかがだったでしょうかいくら積みたて NISA がねお得な制度と言ってもやめてしまっては意味がないので下落した相場でも我慢して続けていきましょう 本当にね、基本的には短期の相場で一気一遊せずに運用しているのを忘れるくらいほったらかしでもいいと思います。今やめなければね、将来はきっとお金が増えると思いますので一緒に続けていきましょう。それでも不安という方は YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram の DM から気軽に連絡ください。そして、 この動画が参考になったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。